リチャードロイドレーシングのポルシェ956第4戦ルマンで1985年の世界耐久選手権は FIA スポーツカー世界選手権の33年目のシーズングループ C1、C2 のプロトタイプカーグループ B の GT カーイムスサ規定の GTP カーでタイトルが争われる1985年4月14日にイタリアのムジェロで開幕し 12月1日にマレーシアのシャア・アラムサーキットで閉幕するまで全部で10戦が行われた。この年からメーカーではなくチームにタイトルがかけられるようになった。ドライバーズタイトルのみ。1位から10位まで20から15から12から10から8から6から4から3から2から1のポイントが与えられる。またグループ C2 車両がトップ10に入賞した場合、 ボーナスポイント2が与えられる。全ドライバーに選手権ポイントが与えられたが C2 クラスのドライバーには独自クラスのポイントも与えられた。第9戦は途中で終了し、予定距離の50%未満だったため2分の1のポイントが与えられた。 1985年シーズンのドライバーズタイトルは、ロスマンズ・ポルシェのポルシェ 962C をドライブした、ハンス・ヨアヒム・スタックとデレック、ベルのチームメイト同士が獲得した。グループ C2 のタイトルは、スパイス・エンジニアリングのティガ・フォードをドライブした、ゴードン・スパイスとレイ・ベルムが獲得した。1位から10位まで20から15から12から10から。 8から6から4から3から2から1のポイントが与えられる。第9戦は途中で終了し、予定距離の50%未満だったため2分の1のポイントが与えられた。ピーター・ハイアム・ザ・ギネス・ガイド2・インターナショナル・モーター・レーシング、1995ページ260マイケル・コットン・ディレクトリオブ・ワールド・スポーツ・カース、1988 ページ 14ABCD、オートスポート、ジャニアリー30、1986、ABCDEFGHIJKLMNOBQRSTUVWXYZ、AAB、AC&1986FIA ニアブック、レッドセクション、ページーズ80から81。ありがとうございます。